てっと。お前は虚飾にまみれたものを退け、これでまた公正に近づいたというもの。実主がお喜びです。誇りに思います。しかしあの者の言葉、異世界に何者かが紛れ込んだようだ。さあ、私には分かりかねること。しかしお前の構成は順調である。それは確かなこと。より一層構成に励むがいい。期待している。よし、北側だ。まだらめの様子だが、とりあえず廃人になったりはしてない。あとは物腰が柔らかくなったかもな。あれが改心なのか。そうなのか。気になって鴨志田の時のことも調べてみた。人が変わったようになるらしいな。なら先生も。時間を取らせてすまなかったな。話はそれだけだ。ああ、例のパレスで聞いた黒い仮面の人影の話も檻を見て聞いてみる。それじゃあ今度こそ。今は待たなきゃね。そうだ、
おう、帰ったか。今暇か。よし。Thank you.
今は待たなきゃ。そうだ、うん、行こっか。
マジごめん。おかえりなさい、ご主人様。ねえ、あのさ、なんだあのじいさん、泣いてない？私は画家としてあるまじき罪を世に言う、その盗作を我が国の美術界にも、そしてさゆりにも皆様にどうお詫びを申し上げ。泣きすぎだろ。
先ほど行われた斑目氏による緊急謝罪会見の模様をお伝えしました。斑目氏は盗作の事実を協会に申告した後、警察からの出頭要請に応じた。前テレビ出てなかった？斑目氏は教え子らへの虐待容疑に加え、無断で作品を自作と偽って発表していた疑い、代表作さゆりに関する盗難被害の届けが詐欺目的の狂言だったとも疑われています。大物に持ち上がった大掛かりな違法行為に美術あのじいさん終わったね。氏は会見後、身柄を警察に移される予定でしたが、高齢を考慮され警察病院での聴取と、しかし簡易鑑定では精神に異常はなく責任能力はあるとのみ。そんなじじいに優しくすることないのに。なんで自分からバラしたわけ？また氏の個展に怪盗団を名乗る何者かが不審な声明文を貼り出したとの情報があり、警察では容疑を特定しない形で関連を調べ。怪盗？泥棒とじいさんの土下座となんか関係あんの？あー、聞いたことある怪盗団。悪い心心盗むって何？できないけど、俺もなんかネットで見た気すんな。確か予告状だけはマジで出されたっぽいぜ。あなたのハートいただきます。見てえな。マジでそん怪盗団ねえ。また怪盗団。見た見た、マダラメのニュース、鴨志田の時と同じだ。怪盗のこともちゃんと言われてたけどよ、面白くなってきたな。うまくやりゃ狙った通りに改心だ。この力マジで見返すどころか、世の中大騒ぎになんじゃね。ガンガンやってやろうぜ。この調子でどんどん広まってかねえかな。二度目ってのもでかいぜ。こんな偶然普通ねえからな。続けていけば絶対みんなに勇気与えられる気がする。少し静かにした方が良さそうだ。知り合い？バカほどいんだ。君たちちょっといいかな？はーい、何かご用でしょうか？何度見てもしびれる棒読み具合だぜ。何してるの？どういう友達？本当か？こんなところでお茶も。今からどこ行こうかって。まあ今日はいいけどね。あまり遅くならないうちに解散しなさい。変な事件も多いし、例の画家のニュースで騒がしいしね。気をつけます。昼間っからよ、あいつら暇なんじゃね。あんなアドリブやめてよ、焦ったし。今まで以上に警戒した方がいいぜ。第二の怪盗騒ぎが巻き起こってる最中に、前回と今回の被害者が合ってるわけだしな。まさか会話聞かれたりとか。平気だよ、この人混みだ。気にしてんのは俺たちだけ。それもそうか。ところでさ、ユウスケ、マダラメから何か聞けた？怪しいやつがどうのとか言ってたじゃん。それが問い詰めては見たんだが、やつは自分に何が起きたかさえ理解して。私らに欲望を取られたこと実際に見たわけじゃ。下手すれば刑務所行きって噂だ。やつから情報を得るのは難しいだろう。つかお前これからどうすんの？
あの家を出るよ。あんな場所ではもう絵は描けない。当てあるの？学生寮がある。美術科特待生の俺は無償でいいそうだ。特待生？え、お前すごいの？高牧さんの家でもいい。って、はあ？いつでもモデル頼めるし。バカ。まあ、ユウスケも一人になっていつでも集まりやすくなったけどな。ひとまずは事件経過について様子見だ。それにまだらめ級の大物ってなると時間も多少かかりそうだしよ。とにかくおとなしく学園生活しつつ次のターゲット見つけよう。リュウジ、また頼むぜ。それまでは準備だな。北川雄介。鈴井志保に続いてまた面識の浅い他人のためにやったっていうの？二度も追い返されて通報までされかけて、そんな相手を上がり込んでまで助け、しかも城の次は美術館。宝を盗めば心が入れ替わるなんて妄言、まだ言い通す気なのね。いいわ、そんな話出任せなら仲間と口裏合わせなんてできないはず。新しく加わった仲間のことを話しなさい。意地なんて張るのは無意味よ。自分の立場を悪くするだ。まだらめのたった一人の門下生なんて調べればすぐに分かること。仲間は売らないって言いたいわけ？いいわ、聞きたいことはたくさんある。この頃からよね、怪盗団人気に火が。ネットに嘘があふれて自分にも予告情報収集の手間が10倍になった。次の標的はこの男、金城純也。この男は今までの二人とは訳が違う。警察も手を焼いてた本物よ。こんな悪党をどうやって落としたの？聞かせて。容疑者は覚えていないなどと意味不明の供述を繰り返しており、警察では精神鑑定を行い犯行の経緯や動機の解明を進めるとの。囚人学園の鴨志田、そして今回のまだらめ、
共通点がいくつか見つかっています。突発的な心変わりの直前に予告状が送られていたり。なるほどね。だが一連の精神暴走事件と関連づけるのは飛躍しすぎではないかね。そもそも君が踏み込めば警察がいい顔。縄張りだのメンツだのにこだわってる場合じゃ。ここ 2,3 年の間に起きた事件を関連づけて調査すべきです。わかった、任せる。日々の業務に支障。ありがとうございます。余計な真似を、あの女。異常とも思える事件が相次ぎ、不安が広がっているのは承知しています。これは大変憂慮すべき事態です。国民の皆様が安心して暮らせるよう、全力を挙げて取り組んでまいります。怪盗団を名乗る連中といい、あれが明るみになれば。おい、囚人はさあ合体です。
強力な力を持っているな。なるほど、これは強いペルソナです。計合体です。もう終わりか。時間です、囚人。すんじゃねえぞ。あ、それか、やめんのか。そうか、ありがとうご思え。まあいいだろう。ありがとうご思え。まあいいだろう。それにすん、気に入ったか。そうか、よし、どれにすんだ。壊すんじゃねえぞ。
だろ。ありがとく思うよ。そうか。いらっしゃいませ。またお越しください。なるほど。よし、よし、するか。
ジか？守備はどうだね、例の件。はっきりご報告できるようなことは、ま、ヒントくらいつかんのかね。教師を目星ならすでに鴨志田先生のセクハラのことご存知だったんですよね、校長。それを聞いて何になる。私は正しいことに協力し、焦る気持ちは分かっているつもりだよ。自殺未遂者まで出てしまって。はい、全ての生徒たちに安心できる学、それが今我々が。だから心の回答を探すんですか？実在するかも分からないのになぜそこ。まだらめの事件、君も知っているだろう。鴨志田先生の時と同じ予告状が使われたと聞きました。うちの生徒とは無関係だと信じたいものだ。そう、そういうことだ。余計な詮索はやめて最善を尽くしたまえ。マダラメの会見見た？皆様にお詫びを。ってあれだろ、マジで怪盗団ってのがやったのかな。心を盗みますって。な、モモいるわけねえだろ。けどよし、どう？次の大物って見つかった？なもん、昨日の今日で見つかるわけねえだろ。それもそっか。あ、ところで私テレビ局にしたけど、あんたたちどうすんの？あ？あ、やべ、社会科見学。そういう行事はちゃんと出とけよ。目つけられんなって言ったろ。俺の場合急に真面目くんになる方が目立たねえ。へりくつこねてないでいい。じゃあみんなでテレビ局にしよう。なんか番組収録見れるらしいよ。女優とかいるんじゃない？もうネットの情報を待ってる以外やることねえし、まあいいか。それに行事にちゃんと顔出しとく方が妙な疑いかけらんねえだろうしな。じゃ戻るわ。テレビか、ちょっと髪切っとくかな。あいつやっぱバカだ。Thank you.
いいか？診察室にどうぞ。ところで、
よし、お大事に。おう、帰ったか。今暇か？よし。暑くないか？なあなあ、答えてごらん。これだ。その通りさ。よし。
その…なあ、みんな集まったね。よく聞け。いいぜ。よく聞け。いいだろう。
よし、行こうぜ。行ける場所が広がったみたい。まだらめのパルスを消滅させたからなんだよね。多分そうだぜ。随分と曖昧だな。どのくらいの広さなんだ？それとてつもなく。モルガナ、肝心なとこふわっとし、作戦参謀とかには頼りねえっつうか、もうちょい頑張ってほしくね。よくわからないが、パレスとメメントスは関係しているんだろう。だったら広さを明らかにするためにも、悪人を改心させていけばいい。いちいち揉める必要はないと思うが。行こう行こう。つけておこう。